ご師匠様、あんたを超えてやるよ。我が名と無限の魔女の称号、返してもらいますよ。これはお師匠様、魔女の力を悪用しているようですね。説教くせえな。あんたの出番は終わってんだよ。さすがはお師匠様。安らかに眠りなさい。稲妻で敵を撃て。楽しかったぜ、お師匠様。ゲートキーパー了解。行くよ。その攻撃は満たさない。耳を折っておけば効かないに。攻撃開始。しゃべってみよう。甘い。これなら回避も迎撃も不可能に。防げない弾なら打たせない。レッシュボディ。IME が行っちゃったよ。家具が武具を一時的にとはいえ退けますか。X が加わることで18人となっている。この人物 X によって人間の犯行は可能になる。まだだぜ。俺のヘリクツは終わっちゃいねえぜ。6人が殺された礼拝堂での密室殺人について、彼らに与えられた飲食物小型爆弾が入っていて腹の中で爆発した。つまりトラップ X による犯行の可能性。なんだよそりゃ。その暴言や心地よし。言いたいのか。言いたい。くすぐったいくらい。クズ肉にされたお前の妹に比べればな。ぶち殺
してやる。お前を同じ細切れにしてやる。南條先生の殺人だけだぜ。赤木真実での死亡宣言がないまま死んだふりをしていた犯人 X は南條先生を殺し、その後何かの理由で死んだ。そしてその後にエヴァが赤で死亡宣言を出す。以上の仮説でも南條先生の事件は説明できる。殺すってああ、分かったぜベアト、お前を殺してやるからな。犯人が最初から俺たちの中にいたとしたら、それが俺だとしたらどうだ。バトル犯人説お聞かせ願いましょう。次、あなたのか弱い真実を刈り取るこの私、探偵にして真実の魔女ブルドエリカが。じゃあ、あの時点では誰も死んでない。すべてのゲーム開始時に西宮金蔵は死んでいる。あなたの推理も顧みるべきではありませんか。人間の真実、証拠の提示を求めます。許せクソジジイ。バトル我が鎌に。その身元不明遺体、金蔵の死を証明する者にはなり得ません。不明遺体覚悟です。後ろ宮バトル。見事な黄金の真実、有効です。以上により、じい様の不在は証明され、夏日おばさんのじい様をめぐる不名誉は返上される。魔法幻想を潰してあげますよ。魔法は本当にあるよ。なら再構築してもらいましょうか。幻想の魔女マリア。魔法など所詮は家庭の虚飾、私はその虚飾を剥ぎ取る。細工は何もない、だから魔法だよ。いけー。復唱要求、実は何か細工があったんじゃないんですか。いけー。これは真実、これは本当の話だよ。いけなかなかやりますね。あなたがありもしない嘘話をしている可能性があります。いけなくちゃ実らないんだから。
着をつけよう。好きな人を愛するために。僕たちはお互いもう邪魔なんだ。愛する資格を得るために。二人は命を懸けて戦う。これは高潔なる剣道。銃に弾は一発のみ。当たれば必ず死に至る魔法の弾。恋を成就するには二人の人間が必要。僕たちハグの魂は人間未満だ。このヘッドで行くよ。一、二の、確実に仕留める。まだ終わってない。私が勝ちました。わらわの挑戦を受けよ。ルッツ、あなたを対戦相手と認めます。無論この部屋をお前の棺桶にしてくれるわ。その言葉そっくりお返しします。見切りました。クローゼット、これが私の暴く真実です。以上。バカな、トリックだ。こんなトリックじゃまた人間どもがこんなトリックじゃねえって騒ぎ出すぜ。いいえ、立派なトリックです。愛がない人には見えないんです。バカラさん、バカラさん。奇跡を探すんだね。お前が奇跡になるんだ。フィル、無事で。割とそうでもね。くじけるんじゃねえ。出てきたな、奇跡の魔女。伸びすぎた爪を研いでやら。
てリオンを下ろしなさい。そしたらあなただけは見逃してあげるよ。絶対にリオンだけは晴らさねえ。俺がハッタでもこいつをお前というバッドエンドから逃がしてやる。ビル、おう、私を離さないでください。お願い。というわけだ、あがくぜベルンカステル。私たちは奇跡を諦めない。絶対に奇跡は訪れないと奇跡の魔女が約束したのに。打ちやれ子猫たち。死ね、ゲロカスリアン。ゲロカスベアとの最後の希望。覚えていなさい。リオ、お前を必ずベアトリーチェたちが夢見た幸せな物語にたどり着かせてやる。称号は黄金と無限と半号。私の世界はお前の赤き真実では傷一つつけられない。消え去れ、ゲロカスモーズ。そんなの認めるわけねえ。いつまでも永遠に私とみんなは一緒よ。